皆さんこんばんは。スプレーアトリのベロちゃんです。このチャンネルへようこそ。皆さんに質問がありますか？日本人はビールを飲むときに特別な飲み方とかありますでしょうか？この動画ではね、メキシコではどうやってビールを飲むのかって皆さんに教えていきたいと思います。しかし一つの問題があります。日本にはね、そういう材料があるかどうかちょっとわからないから、これからちょっとスーパー行ってみて、で材料を揃ってビールを作って飲みます。まずね、一つのめっちゃ大事な材料はチリです。チリで、そのチリがないとまあ作れないので、まあちょっと見に行きましょう。行こう。スーパーへ着きました。で、まあこれから探していきたいと思います。ただレモンは、レモンはあった。これメキシコって書いてある。メキシコライム。じゃあ最初の材料はゲット。これレモン、これじゃなくてこれですね。 OK。 じゃあ2個目もゲット。塩、普通の塩です。あと唐辛子はちょっと難しいよね。あるかどうかわからない。でもなければもうこの動画は坊主です。なんかいいのは見つけたかもしれない。これだと思う。パウダー、唐辛子、これか、ちょっと迷ってる。それかこれ、どっちか。で、これ7味、1個味。じゃあこれ1個1個買いましょう。もしかしたら失敗だけど、まあじゃあこれでやってみる。あとはビアグラス、ビアか、どれがいいかな。それに一番大事なものは、これです。じゃあコロナビール。じゃあとりあえず1個だけ飲みましょうか。 OK。 じゃあもう1個ね。これはまた今度。おしまい。帰ってビア飲みましょう。じゃあ皆さん、いいニュースがあります。多分材料全部揃いました。まずコロナビール、メキシコのコロナビール、日本もで、アイス、コップ、ガラス、コップ、塩、普通の塩、これじゃなくてこれはレモン。メキシコでね、これはレモン、これはライム、違うよね。一番大事はビールでしょ。その2番目の大事なものはチリです。メキシコで使うチリがそんなに辛くない。で、これはどれがいいかどうかちょっと試していきたいと思います。メキシコでいろんな作り方がいっぱいあるけど、私の簡単なやつを作ります。で、まずこれね、大豆だからアジを試していきたいと思います。いい匂い、チリの匂い。で、
分これ、多分これ違う。じゃあまずこれか。辛っ。あ、でもこれ美味しい。これ違う、これじゃない、チリパウダーじゃない。これも美味しいけどこれにします。これを使います。次いきます。じゃあレモンがカットレモンカットにゃん。お皿に塩、そしてこのチリ、チャ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 ーン、チャ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 ーン。で、カップ、レモン、レモンはこんな感じ、こんな感じ。チャ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 。で、その後コップがこうです。見えるかな。にゃーん、おいしい。まあ、だいたい、まあ、いい感じ、こんな感じ。みんな見える？こうです。そして今度はアイス。メキシコのお祭り、お祭りとかにあのビールいっぱい売ってる。で、まあ、ただポン入れるだけじゃなくて、まあ、こんな感じ、もっといいやつもちろん。で、これはちっちゃい、あのお祭りで売るやつはめっちゃこうです。その後レモン、レモンです。にゃん、おいしい。で、あとチリもちょこっと入れる。中にね、これやったっけ、もうちょっと入れる。にゃん、いい感じ、いい感じ。そして最後にだな。なんか日本はね、白いやつなんか出てくるじゃない？このぐらい。でもメキシコはそれはあまり。あのこれあんまり好きじゃない、みんなあんまり好きじゃないから、なるべくない方が美味しい。でということで完成です。これの名前はミチェラーダっていう、ミチェラーダめっちゃ美味しい。メキシコのお祭りどこでも売ってると思います。乾杯。おいしい。このチリは全然いいと思う。なんかメキシコのチリとちょっと似てるね。これはじゃあこれからこれいっぱい食べますうん、おいしい。皆さんも飲んでみたらどうですか。っていうことで、まあ、こんな簡単なことなんだけど、こんな簡単な動画なんだけど、ちょっとメキシコの文化も
たまにちょっとシェアしたいなって思って、で、まあ、じゃあこれ一つの方法です。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。ありがとうございます。おい、なんかネズミがいるよ。でもね、めっちゃなんか脳みそがいい、脳みそが震えんだよ。嘘。辛っ。なにこれ。辛い？なんかメキシコと似てるよね。うん、めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。ミッチェラダ？ミッチェラダ。すごいやん。サルー。うん。ちょちょ。乾杯ベルちゃん。サルー。めっちゃうまい。よかったー。